錦鯉の長谷川雅紀です。はい、ご来場です。お願いします。さあ、本日は時事のコーナーでございます。さて、はい、どういう時事問題でしょう。はい、読ませていただきます。はい、フジテレビドラマヒートがプライムタイムの連続ドラマとして今世紀最低視聴率 2.8% を記録しました。うん、さらにドラマ開始前から映画化が決定しているそうで、大こけ間違いなしと言われていますと。ひどい。あ、そうですね。はい、こんな風に言われてるんですよ。大こけ間違いなし、これも作れないですよ、こっからね。散々そんな風に言われて、まあ、まずそもそもその視聴率最低がさ、うん、今世紀最低ってすごいよね。いや、すごいですよ。うん、確かにあちこちで好み見出しをよく見るんですけれども、はい、でそのね、映画化最初に決定しといてこれって本当収拾つかないよね。うん、もうやっぱり作らざるを得ないっていう状態になるんですかね。今ね、そのなんていうか、まあ、全体的にね、テレビの視聴率も落ちてるじゃないですか。もうみんなそのインターネットだとかそういうので、うん、テレビ離れですよね。そうそう。だから僕ね、若い人と20代の人とかと話してても、うん、テレビ見ないとかってやっぱ言うんですよ。で、インターネットで、もう昔の、なんていうの、ちょっと前のやつとかも見れたりとかするから、番組。もう、リアルタイムで見てないと。パソコンがあればいいから、テレビ見ないとかっていうのが。確かに、確かに。とは言いつつも、それでもやっぱりちょっと悪すぎるというか、視聴率が。だよね。僕は軒並みっていうよりも、やっぱその中での最低なわけでしょ。はい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 。なんでしょうかね。で、実際のとこね、うん、僕もこのドラマ見てないわけよ。ははは。で、見てないどころか、はい、ヒートって言われてさ、なんだか全くイメージがないんだよ。どんなドラマなんだろうぐらいのレベルの話なんでね。なるほどね。そう、僕はまだそのテレビとか見てたら、昼間とかでそのやっぱりこういう番組ドラマ始まるときってやっぱ番宣で出てるじゃないですか、ね、そうじゃないですか。そういうので、まあ、存在はしてたんですけどね、うん、話題になってるというか、うん、映画化もやるみたいな。長谷川さんでもそもそもあのテレビドラマとか見るの？僕ね、あんま見ないんですよね。ほら、俺は結構テレビ大好きな人間なので、はい、あのテレビは見るんですよね。うん、ドラマも見る。ドラマもあの、うん、取り立ててではないけど見ていく中にドラマもまあありますよ。はいはい。で、今さ、うん、そのドラマでね、ふと考えてみて、うん、俺なんか見てるやつあるかなと思って見たらさ、ど根性ガエル見てます。いやいやいや、あの大人版になったやつですね。僕らが見てたアニメのやつの大人になったやつ。そう、実写版のやつ、ね、実写版、うん、で、いやいや、なんか30年後かなんかみたいなお話のさ、はいはい、あれなんだけれども、うん、あれですよ、あんまりね、うん、正直に言って最初期待しないで見たら、はい、意外にいいのよ、出来が。だいたい実写化するとほらこう文句つけられるじゃないですか。はいはいはい、やっぱイメージとかがね、あるからあるから、うん、だからまあ、時代設定ももうずっと後の話っていうに変えてあるのもあるんだけども、うん、結構ねよくできてまして、毎週結構見てたりするんですよ。意外ですよね、先生が今週帰るのめっちゃいいよ。でも、うん、あ、そうなんですか。うん、ちょっと見てみようかな、そしたら。そうそうそう。で、あともう一つ同じ、まあ、あの日本テレビ系でいくとね、まあ、デスノートもほら、また、実写化されましたと。うん、で、あれこそ本当にもう前評判ボロクソだったんだよね。よくなかったね。あのひどいひどいと。うんうん、でさ、そこまで言われるとなんか怖いもの見たさでさ、はいはい、どれほどひどいか見てやろうみたいな感じで見るんだけど、はいはいはい、あのね、意外になんだかんだ あまりにも前評判が悪すぎたために、うんうんうん、意外に頑張ってるじゃんっていう感じになってた。だからね、実際原作と違うんだけど評判いいって聞いたりとかもするんですよ、うん、僕も。そうですね。だ、先生ね、確かに言うみたいにそのどんだけひどいんだろうみたいな興味本位というか好奇心あるじゃないですか。はいはい。だから僕ね、今回のこのドラマも 2.8% でね、相当悪いっていうので、うん、どんだけ悪いんだって逆に今度僕視聴率上がるんじゃないかと思うんですよね。うん、これまだ確かなんか4回目ぐらいでしたっけの数字ですよね。うん、あの1回目からこう順調に落ちてきていて、4回目ですごい記録作ってぐらいの話だと思うんですけど、はいはいはい、確かにこれが話題になると、うん、やっぱりみんなどれほどひどいか見ようってありますよね。ね、うん、長谷川さんもそういう手がある。そういう手がそういう手があるから、僕は見るのにどれほどひどいか見に行こうみたいな。そういう噂でね、流すのいいかもしれないですね。あ、ちょっとその作戦で、はい、はい、ということでございます。はい、また明日も見てください。